はい、皆さんこんにちは。星空の招待席の時間でございます。本日もですね、ちょっと一人で、お話をしたいです。なぜかというと、話がちょっと面倒くさいですね。面倒くさい話の時は一人だと大体相場が決まっております。12月にね、ついにね、もう入っちゃいまして、もう何であろうと日本もアメリカも、ね、入ってるところですね。時差がありますから我々はね、一日のね、そんな中で、日本寒いですかね。なんか今年は暖冬だっていうふうに聞きまして、ハリウッドの方はね、寒くなったり暑くなったり一日一日で違うんで、風邪ひいちゃいました、正直言いましてね。なんとか日本に戻るまで体調を戻してみんなと星が見れることがあったらいいなぁなんて思ってるんですけど、いつもそういう風に思ってて見れないんですよ、いつもね。どっかに行かない限りは。まあ北海道に行くからな、でも寒いからダメかな、わかりませんね。まあそんなことも考えて行ってみたいと思います。本日、まあ一人ありますけど、ちょっと面白い話もいきましょう。それでは星空の招待席です。ですね、はやぶさ2、このはやぶさってのはまあ有名な、もうあれですよね、小惑星探査衛星で、1回目は映画にもなりまして、日本のね、すごい成果が、あれでした。なんといってもね、日本の、その宇宙技術っていうのは実はね、省エネですごいんですよ。とにかくお金をたくさんかけないで、最低限の制御技術で、まあ、小惑星、ちっちゃい天体です、宇宙のね、そこまで行って、そこから資料を持って戻って帰ってくるってわけですよ。で、今回もですね、はやぶさ2号ですね、2が、行ってきまして、なんとね、スイングバイっていうのがあるんですけど、そういうのをやったと。正確に言うと、12月の3日にスイングバイなんですね。もうちょっとですね。はい。そして、まあ、なんだかんだ言いまして、これはね、11月の26日に月と地球を見事に撮影したって言うんですけどね、どうなんでしょうかね。まさにね、絵に描いたようなね、写真が来てますよ。まあ、もちろんね、皆さんはこれね、ネットで調べていただくと、いろんな、普通にね、はやぶさ2号の撮った月ととか、いろんなね、名前で書けば、見れますので、ぜひやってもらいたいなっていう気がしますね。とにかくすごいなという気がしました。まあ、我々がね、見る限りでは、大体月と地球が一緒に並んでる写真っていうのは、普通撮れないんですよね。お分かりと思いますけどもね。そんなことがありましたけど、まあ、それでもね、いや、綺麗ですね、これ。ちょっと本当に、どっかで見せたいなと思います。待ってください。これね、僕、ちゃんとした形で、どっかにドキュメントしようかな。まあ、ごめんなさいね。今ね、ちょっと、操作してます。今、ネットでね、僕の環境っていうのは、いつもね、やるんですよ。だから、そういう意味で、ネットの環境の中で、写真を、今、ちょうど見ながら、セーブしました。さあ、それですね、内容の方です。はい。で、これはやぶさについては、これね、まあ、本当にその情報っていうのは、いろんなね、ところで出てると思うんですけど、現実的にね、どうやってやって、スイングバイってどういうことかってことなんですよね。例えば、通常の、なんていうのかな、まあ、簡単に言うと、エネルギー源を、まあ、原子力でも何でもいいんですよ。使って、噴射でも何でもいいですから、ロケットが行きますよね。でも、エネルギーって燃料はそんなに持たないじゃないですか。だから、結論から言っちゃうと、遠くに行くときには、慣性力、自然の力でね、飛び出した力、プラス、他の惑星とかそういうものの引力を使って、スピードを上げたり落としたりしなきゃいけないんです。もちろんね、なんでしょうかね、ほんの少しずつ燃料噴射してとか、もちろんそういうこともして軌道修正するんですけど、基本的には最初から宇宙のその軌道計算を全部終えて、ここに来たら、この星とどうのこうのという形ですね。をやらなきゃいけないと。まあ、どうのこうのやらなきゃいけないじゃわかりませんね。その引力を計算した上で、どのぐらいのところで、まあ、ガス噴射するというかね、やるかっていう形でやるんでしょうね。だから、実に本当に細かい操作をしながら、その彗星に向かうんですよ。で、もちろん、行くときも減速もしなければいけません。加速だけじゃなくて減速ね。で、到着して、そこからまた来ると。で、もちろん、ガス噴射エネルギーというかな、ガスじゃないんでしょうかね。エネルギーの噴射、して動くのは当然なんですけど、そんな量はもうたかが知れてますので、いろんな引力、地球の引力、ちょうどね、あ、こう言えばいいかな。砲丸投げ。これで砲丸を投げるような感じで、回転して、そして手を離す。そうするとスピードアップするとかね。そんな感じでしょうかね。まあ、とにかくこのはやぶさがまた今度、帰ってきて、どんな資料を持ってくるか楽しみですね。で、もう一つちょっと真面目な話なんですけど、まあ、簡単に言いましてね、小惑星とか彗星ってのは調べておかないといけないことがたくさんあるんですよね。
あのこれはね、まあ、分かりやすく言うと、ぶつかる、地球にぶつかる、その可能性がありますね。ものによって一つ一つが全部違うんですけど、鉄分とかね、そういうものを多く含んだものもあれば、何でしょうかね、軽石みたいなものもある、いろんなものがあります。ただ危険なのは過去に地球、その他火星でもどこでもそうですけど、そういう天体が、まあ、ぶつかりまして、そして大量に絶滅した、まあ、いろんなね、事例なんかもあるので、我々はこういうことを真剣に見て、まあそうだな、地球に近づいてくる近傍天体っていうのを全部計算しておかなきゃいけないと。ただ、近づくだけではなくて、それがどんな資質のものかと、またはミサイルなどで簡単に撃墜できるものなのだろうか、映画の中で出てくるようにそんなことが不可能なものなのであろうか、そういうことも踏まえた上で全部調べて、おこうということですね。まあ蘇生もそうです。まあ水星から、またはね小惑星から生命が来たという話もありますし、そんなことも含めて、日本は、まあこれ最先端の、技術のもとにやってるということですね。で、日本はもう H2 とか H3 ロケットとかね、新しいロケットも非常に優秀で、省エネだけではなくてね、正確であってなおかつ事故がない。これは本当すごいですよ。うん。だからそういう意味で日本の今後のね、世界でのその宇宙の開発技術、というのが期待されていることも事実です。さあ、あとはね、ちょっともうちょっと難しいかな。問題解決の糸口となるか、ロザ銀河に大量の矮小銀河ってのは、銀河団がロザにね、ロザって変ですよね、まあ暖炉のロの星座、これは南の方にあります。ロザは、まあそういうような南の方にあるんですけど、このロザ銀河団というのは地球から、6200万光年の距離、結構遠いですよね。1億光年、あ、そうですね。以内の銀河では乙女座の銀河団について銀河数が多い銀河団だと。乙女座の銀河団というのもすごく有名ですね。6200万光年ですからね、遠いですね。はい。で、これね、セロトトロというね、アメリカの天文台ですね、はい、の、4メートルのブランク望遠鏡で次世代ロザ銀河団サーベイと名付けられた観測を行っている研究グループが、このロザに多数の矮小銀河を発見したと。これ矮小銀河ってどういうことかっていうと、例えば大マゼラン雲とか小マゼラン雲みたいにね、なんだろうな、渦を巻いてないもので非常に暗くて拡散しているものと。で、まあ、星の分布密度は太陽近傍の、そうですね、約100万分の1、天の川のバルジっていうのかな、に比べてわずか10億分の1しかない。これはまあ要するに密集したところに比べてそんなものであると。これがいっぱい見つかったということですね。これが何を意味するかということは別なんですけども、うん。まあ、宇宙というのはそういう近傍のものから遠いものまで、僕が言いたいのはそこだけなんですけど、両方ともね、研究されてるってことなんです。だから我々がそういうはやぶさ2号みたいなもので、まあ、水星とかね、小惑星みたいなところに行くっていうのはものすごく膨大な、計画で、ただこれは手に届くところの膨大さで、今お話したような矮小銀河6000何百万光年なんてのは手に届かない望遠鏡的での、ギリギリのところだから、そういうのを含めたときに我々は直接行く話もあれば、そうでなくて、まあ望遠鏡などで見る話もあると。宇宙というのはこの2種類の距離があるということですね。その中間ぐらいにあるのが、まあ私の大好きな、その地球と同じような星、ハブタビルゾーンというのを持っている、要するに水が液体のまま存在するような可能性のある場所。多分人間と同じような生命がいてもおかしくないという場所、これがその中間ぐらいにあります。人間はいけません。望遠鏡で見た時に表面が見えるかもしれない、まだまだ宇宙っていうのは非常に何でしょうかね、もちろん来年も不思議がいっぱい来るんではないかと思います。まあ今望遠鏡技術も宇宙技術もものすごく進歩しているので、いろんなことが分かってます。で、問題もいっぱい出てきました。まあ、中国がね、衛星を破壊実験というのをしまして、そのゴミがたくさん出たんですよ。まあ破壊した後の、なんていうのかな、そういう破片。それがね、世界中のいろんなね、大事な、まあ人工衛星とか、そうですね、まあナビゲーションなんかの元になってる衛星ありますよね。あれに影響を受けて、大騒ぎもなってます。こんな問題もあるので、宇宙のゴミもちゃんと片付けなければいけないということですね。はい、ということで、取り留めもない話でありました。本日ね、ちょっと体調が悪いんでね、言葉の滑舌が悪いかもしれませんが、勘弁してください。それでは、このね、話もね、またね、次回に続編がどうかあるかどうか、少なくともはやぶさにはあると思いますので、またお送りしたいと思います。はい、それでは皆さんも風邪ひかないでね、ご注意くださいね。
ね。はい、どうもありがとうございました。さようならです。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。